お花を扱う上では時間に追われながら表現しなければいけないんですね。まず水切りというのはお花に命を注ぎ込む作業ですね。これらの方法でお花の命を伸ばすことができます。やっぱり新しい表現であるし、自分がやっぱ思いついたままやってますね。それによってお花の命を伸ばすことができたり、美しく枯れさせていくことができるのです。今回に関しては自然をさらに自然に返す作品を作らなければいけない。ダーンとそこからこう解放されていくっていうようなイメージですね。ここからどん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 細かくこういうふうな感じでどんどん入れていくような感じになります。 今一応ベースで芯を入れつけて作ってますね。命はアートですよね。物事の真髄に近づけてくれると思っています。これが私に創作意欲を引き出してくれるのです。Ooh.